ジョンベルはアメリカ合衆国の弁護士、政治家。奴隷を抱えた、不裕な農場をテネシー州に構え、連邦上院議員及び、下院議員を務めた。当初は民主党に所属していたが、後にアンドリュー・ジャクソンと中田いし保育党に倶えした。1860年には保育党保守派によって結成された立憲連合党から大統領選挙に立候補した。 1797年2月15日、ベルはテネシー州ナッシュビル近郊の小部落、ミルクリークにおいて誕生した。両親は地元の農場主、サミュエル・ベルとマーガレット・エドミストンであった。ベルは1814年にレバノンのカンバーランド大学を卒業し、法律の勉強をした。ベルは1816年に弁護士として認可を受け、フランクリンで 弁護士業を開業した。ベルは弁護士として成功し、政界入りした。ベルは1817年にテネシー州上院議員に選出された。ベルは州上院議員を一気務めた後、再選を断り、ナッシュビルへ移住した。1826年、ベルはテネシー州第9級選挙区から連邦会院議員に立候補した。ベルは 大統領候補、アンドリュー・ジャクソンの支援を受けたフェリックス・グランディを破り、連邦会院議員に選出された。ベルは1827年から1841年まで、連邦会院議員を7期14年務めた。当初ベルは民主党に所属し、アンドリュー・ジャクソンを強く支持していた。だが、第二合衆国銀行をめぐって、党内のジャクソン派と激しく対立し、 1836年に民主党を離党した。ベルは1829年から1834年まで、及び1835年から1841年まで、会員インディアン委員会で委員長を務め、1831年から1834年まで、司法委員会で委員を務めた。またベルは1834年から1835年まで、 会員議長を務めた。ベールは1841年にウィリアム・ハリソン大統領及びジョン・タイラー大統領の下で陸軍長官を務めた。1841年9月、ベールはタイラー大統領がホイック等の討議で決定した政策を拒否したことに抗議し他の閣僚らと共に陸軍長官を辞任した。ベルは陸軍長官退任後テネシー州へと戻り、 鉄道業や製造業への投資を行った。だが1844年、ベルと政治的に対立していたジェームズ・ポークが大統領に当選すると、ベルの投資は不調となった。1847年、ベルはテネシー州会議員,議員に選任され、地元政治に復帰した。同年、ベルは衆議会において多数派の保育党員から連邦上院議員に指名され、 1859年まで連邦上院議員を1期6年務めた。ベルは1850年協定を心よく思わなかったものの支持した。1854年、ベルは南部選出でありながらカンザスネブラスカ法に反対した。この法律に反対した南部選出の連邦上院議員はわずか2人であった。ホイック党は1850年代半ばから分裂を。 始めた。ベルは、教会衆の指導者たちによって形成された、小規模な派閥に加わった。ベルは、派閥の長として、保育等の崩壊を防ぐための努力を行ったが、もはやそれは、絶望的な試みに過ぎなかった。1860年、ベルは、南部の恩憲派や教会衆の先住民保護主義の指導者らと共に、立憲連合等を結成した。 ベルは1860年の大統領選挙において立憲連合党から大統領候補として出馬した。4者の争いとなった選挙は共和党のエイブラハムリンカーンが勝利を収めた。ベルは一般投票において13%弱の票を集め、選挙人投票で39票を獲得した。ベルは南部諸州の連邦離脱に反対し、 リンカーン大統領と会談するためワシントン DC に赴いた。ベルは最南部の州が連邦離脱を決議後、境界州であるテネシー州の離脱措置を試みた。だが、サムター要塞の戦いにより南北戦争が改戦すると、ベルはしぶしぶテネシー州の連邦離脱を受け入れ、政界から退いた。ベルは政界引退後、精神を患った。ベルは テネシー州シャーロット近郊の工業路を購入し、製塩所や鉄鋼所への投資を行った。だが、ベルの事業は南北戦争の戦火により失敗に終わった。1869年9月10日、ベルはテネシー州ドーバー近郊のカンバーランド川沿いの土手の自宅で死去した。ベルの遺体はナッシュビルのオリベット散墓地に埋葬された。ありがとうございます。